いろんなこんばんは。本日もリベンジ。プレリュードでさようなら。明日ももっと頑張れるや。いい。それではまた明日も乞うご期待ください。皆さんも肩や手首の力を抜いて、指導者とは話し方、伝え方というのも大切になってくると思います。ちゃんと的確な指導ができるということと、人を育てる褒め方、伝え方というのも大切になってきます。感謝に謙虚な気持ちを忘れないで、人にああしなさいではなく、もう少しこうした方がもっと良くなりますよといった話し方というのも